ジェームズ・ジョゼフ・パチョレックはアメリカ合衆国ミシガン州デトロイト出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。愛称はパッキー。ミシガン大学在学中の1981年には第10回日米大学野球選手権とワールドゲームズのアメリカ合衆国代表に選ばれている。ちなみに日米大学野球選手権での4番打者が後に NFL で スーパースターとなるジョン・エルウェイだった。また、パチョレック自身も野球だけでなく、アメリカンフットボールのレギュラーも務めるほどの体格と運動神経を持っており、もともと大学にはフットボールでの奨学金で入学していた。この年の MLB ドラフト14巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名されるが契約せず、翌1982年の MLB ドラフト8巡目で、 ミルウォーキーブルワーズから指名され契約。その後、マイナーリーグでも長打力よりは確実性を重視する打者でシーズン本塁打は AQ エルパソディアブロス時代の旧本塁打が最高であった。1987年はトリプル a q バンクーバーカナディアンズで自己最高のペースで成績を残していたため、初めてメジャーに昇格し、主に一塁手。 三塁手として48試合に出場した。余談だが初めて先発出場した試合では、不安にエーベスがブルワーズ球団史上初のノーヒットノーランを達成。この試合は当時レギュラー左翼手であったロブディアーが故障したため、代わりに左翼手として出場したもので、ファインプレーを演じ、快挙達成に一役買った。1988年からは大学時代に、 日米大学野球で訪れた日本でのプレーを希望し、横浜対応ホエールズに入団。同年は打率2位、アンダス1位という好成績を残し、外野手としてセントラルリーグのベストナインに選ばれた。おとなしい性格だが真面目な態度と確実性のある打撃から、たちまち人気を得た。その後も4番打者、カルロス・ポンセの後を打つ5番打者として、 毎年安定した結果を残す。1989年にも打率2位となる。1990年には念願の首位打者のタイトルを獲得した。1991年、前半戦での不振が響いて、それまでの3年間を下回る成績に終わり、さらに対応フロント陣からホームランが少ないと指摘され、ラリーシーツの獲得をすでに決めていたこともあり。 この年限りで契約を打ち切った。太陽時代の応援歌は大脱走のテーマソングで、その歌詞にあるパッキーの愛称でファンに親しまれた。1992年からは友人のトーマス・オマリーの誘いもあり、同じセリーグの阪神タイガースに移籍した。同年、ラッキーゾーンが本拠地阪神甲子園球場から撤去され、守備力が向上した阪神は優勝は逃したものの、 1986年以来となる A クラスに入った。当初3番打者を任されていたが、シーズン後半からは怪我で戦列を離れたオマリーに、代わって4番打者に選ばれ、全球団のフロントから指摘された、本類打数は自己最多の22本と、大幅に増えそれに加えリーグ最多となる159、あんだ、14勝利打点で期待に応え、 ベストナインとゴールデングラブ賞の一類種部門に選ばれた。1993年は外国人選手を3名以上出場選手、登録することができなかったため、パチョレック、カクリタケオ、オマリーのうち1人が出場できないことがネックとなっていた。マスコミはこれを当時国際問題になっていた国連平和維持活動のニュースに3人のせいの頭文字をかけて、 PKO 問題と報じた。当初は実績のあるパチョレックとオマリーが出場していたが、隔離の加入に続いて、トレードで加入した三類種の松永博美が三類を守り、前年三類を守っていたオマリーが再び一類に月き、パチョレックが左翼にコンバートすることになった。開幕前から続いていた微熱に加え、外野守備の負担から腰痛を発症しそのため、 出場機会が少なくなり、出場選手登録枠を隔離に譲って2軍に落ちると、シーズン中に現役引退を表明して帰国した。オマリーが、お立ち台で、関西弁を駆使して、阪神ファンは一番や、と絶叫して人気を集めていたが、パチョレックも、お立ち台で、阪神ファンは十番目の野手とファンの持つ、大きな力に感謝する発言をしていた。また、 不審だった1993年にウォールスターにファン投票で選ばれたことに感激していた。引退翌年には1年間半身のアメリカ在住スカウト、その後は母校の高校でコーチをしていた。2004年4月6日、横浜市と外務省が中心となって進めていた日米交流150年記念セレモニーの一環として横浜スタジアムで行われたフルス 横浜対阪神のホーム開幕戦の始球式を務めるため11年ぶりに来日。この時、僕は両チームとも在籍したけどあえて言うならクジラのファンガネとの言葉を残し母国へ帰っていった。パチョレック家はジムを含め3兄弟でメジャー経験がある。長兄ジョン・パチョレックは1963年にヒューストンコルト 45S で1試合に出場し、 三打数三安打三打点に死球四得点。生涯打率10割の選手で、最多安打の記録を残している。時系トム・パチョレックは1970年から1987年にかけて、ロサンゼルス・ドジャースを皮切りに6球団でプレーし、1392試合に出場し1162安打、86本塁打、打率28、282という成績を残している。 ジムは1987年4月9日にミルウォーキー・ブルワーズの一員としてデビューしたが2000目となった同12日のテキサス・レンジャーズ戦では10回表に当時レンジャーズ所属のトムが一類手として出場したのに続き11回裏にジムもブルワーズの一類守備についたため対戦する形で兄弟同時出場が実現した 2007年6月に行われた MLB ドラフトでは、息子のジョイパチョレックが15巡目で、自身もかつて在籍したブルワーズから指名された。ありがとうございます。